さあ前を向いた、持ち出して池上、浮田健生大卒ルーキー、浮田のシュート、速いボールでここで1対1の状況を作り出しますよね、はい、で浮田選手はもう迷わずもうカットインしてからの、ここで大事なのが今そのドリブル、三原を使う、三原から逆サイドに振った江坂、江坂ここからシュートだ、オルンガ、オルンガシュート、ちょっとシュートコース作って振り抜きましたけど、本当にこの角度からのね、左足のシュートってきて精度高いですよね。こんなに脇坂のパス、山の中入れる、大島、大島シュート、さあしてシュートまでの、まあ、ここは早かったですけど、もう来る前から決めてますよね、まあ、ある程度状況を見ながらフェイントをかけて次にシュートを打つっていうイメージはできてます。三沢から内側、荒木が前を向く、足元、ファンガラーノー、これですね、間で受けて、まあ、ドイのランディングに対するファンガラーノ、一瞬しかないと思います。時間も短くてスペースも小さいんですけども、まあ、止めてから打つまで非常に早かったなと。これは縦のボール、大前を狙ったジャスティンだ、ジャスティン、すごい、気持ちいい、この宮坂からのまず縦へのボールですよね、右にパス出すのかなと見せかけて縦に入れたところに大前元気がしっかりと落としたところに今度ジャスティンですよね、左足中に入ってくる、後ろから来る、シュートを打つ、これが決まる、その後タミを作ってここでマイナスのパス、フリーで牧野が受けて右足でした、これは少し厳しいところ、さすがの田尻もこれは難しいか、先制したのは長野0対1、その家中から上り座とクロスを入れる、三笘出して左足ボール、まあ、ここ上り座選手のクロスのこぼれですよね、まあ、よく三笘選手簡単ではないんですけどね、まあ、ここよく胸でトラップしてから早かったですし、まあ、三笘選手もよく見てましたし、抑えの効いたフリック、清武かわしに行く、貯める、抜けて左足、先制セレッソ、まあ、この縦パスに対してね、高木ですかね、フリックもうまかったですし、まあ、清武も感じてね、しっかりとポジションを取ってましたし、まあ、対応したのがね、1位だったのでちょっとここ対応がいつもと違ってね、はい、難しかったのかなと、まあ、そこをね、清武がうまく、誘いながら、まあ、最後のシュートも丁寧でしたね。長戸、ここはね、江坂がしっかり見れるようになってるんですよね。面白いクロス、ああゴールイン、ドリダミアーでつらしてポストに当たってゴールインです。切る前ですよ、この江坂ね、しっかり体預けて対応しましたけど、まあ、ドリの入ってくる場所もいいですし、なんて言っても長戸のクロスの質ですよね。川口の前で少し触ってコースを変えるようなシュートでしたけどね。なるほど、入れ口ワンタッチ、アデミルソンワンタッチ、さあ前を向いてシュートだ、早かったですね。